谷川愛理は日本のタレント、女優であり、女性アイドルグループ NMB48 の元メンバーである。神奈川県川崎市生まれ、大阪府出身。小タイトル所属。日本物産定員台湾でのパフォーマンス7兄弟の長女として神奈川県川崎市に生まれ、3歳の頃に大阪府に移住。父親は長崎県出身。 幼稚園から中学までダンススクールに通っていたが何気なく応募した NMB48 の第二期生オーディションに合格し2011年6月5日東京ドームシティホールで行われた見逃した君たちへ AKB48 グループ全公演において NMB48 の第二期研究生23名のうちの一人として初お披露目された 2012年1月26日、吉本工業東京本部において、チーム M の結成が発表され、研究生からチーム M メンバーへの昇格が告げられる。同年5月9日発売のフォースシングル、なぎいちでシングル表題曲発選抜。2014年、同期メンバーだった中川博美の後を受け、東大阪市の自動車教習所、 八戸の里ドライビングスクールのイメージキャラクターに就任。翌2015年6月6日に、福岡や福岡、ドームで行われた AKB484 ファーストシングル、選抜総選挙では74位となり、アップカミングガールズに選出された。2016年10月18日、NMB486th Anniversary Live で発表された。 大祖格と称したチーム再編により、チーム M からチーム N に移動。翌2017年1月より、新チーム体制に移行した。2017年6月17日に発表された、AKB484 ナインスシングル、選抜総選挙では57位にランクインし、フューチャーガールズに選出。翌2018年には、阪神タイガースの、 東枠応演隊長としての活動もあった。2019年5月、前月23日から続いた体調不良により同月5日と6日の握手会等のイベントを欠場。同月29日より劇場公演に復帰したが、半年後の11月2日にグループからの卒業を発表。同年12月19日にゼップナンバーで谷川愛理卒業コンサートあなたは、 私の太陽でしたを開催し、同12月25日の劇場公演をもって、NMB48 としての活動を終了。以降はソロで、タレント、女優業に専念している。ありがとうございます。